L175S ムーブ、これのねヘッドライトを外していきたいと思います。でヘッドライトを外すのにね、まずバンパー必ず外してください。動画出します、見てください。ヘッドライトね、ちょっとね白っぽくなってます。磨いていきます。まだ少しねちょっとこの辺残ってますが、まあ透明度は出ました。もうちょっとね磨けば綺麗になると思います。まあ反対側はね省略させてもらいます。反対側もね磨きましたが、少しちょっとこの辺残ってます。でねヘッドライトね外す前にね、まずこのまあハロウィン球なんですが、ヘッドライトのね球はここから外れます。でポジションランプ外れます。でウインカーがねちょっとね下からなので、ちょっと手がね入らないんで、ヘッドライトを外すかフェンダーライナーからするかじゃないとまあ交換できます。で玉の交換方法ね、後で外してから簡単に説明します。まずはねこのバンパーと、バンパー外したらねこのリテナーと止まってるこのプラスデカプラ5ミリですね。でここがね注意ですね、グッとね出てるので、向こうに押すか手前にこのフェンダーを引っ張るかで外してください。で上はねデカプラですね。あとはこの5ミリ配線がね、まずこの上部分をね外してた方がいいので、まずねポジション球から、まあ、押して抜くですね。こいつはねつまんで引っ張る、こんな感じ。ハロゲン球はっ引っ張り抜くだけですね。とりあえずねヘッドライトを9ポジション9までしといて、あとはね外すと同時にカプラー抜いていきます。ここビスなのでねプラスでいけると思います。こいつはね、あのピン仕切りになってて、ね、真ん中抜くとこんな感じでピンが抜けます。この2箇所はね、5ミリです。実はね、似てた通りにここをね、この出っ張りをねちょっとこう向こう側に引きます。でこうやったかな、あとね忘れてました、このねカールトップ、こいつもピンですね。でやっぱりねここがね一番きついですね。ちょっとねこういう感じで引っ張ってください。
抜けました。あとはね、ウインカーカプラで、ヘッドライトのね、後軸調整のカプラです。まあ、反対側もねほとんど同じで、反対側はねこのカールトップの取り付けピン内です。まあ、反対側はね外してからいきます。両方外しました。でね、ウインカーはねここからなんとかできそうですね。だからちょっとピン外して手を入れてね、でまずねウインカーの玉替えから、これはねマークはないですね。カプラの向きがね外側向いてます。押すとこね、で左に回して抜くで、玉もねちょっと左に回す。でこれねオレンジ EQ はねこの端子がねちょっとオフセットされてるので入るとこしか入りません。逆かね入ります。こういう感じですね。で外した位置から右に、これで OK です。スモールキューもね一緒です。回して抜く、これカプラ押すとこ上部分ですね。で抜いて、これもねこの形じゃないと入らないので、まあ、抜いた通りに入れて、これもカプラが上に向くように右に回します。でヘッドライトはねまずねこのゴムのキャップですね抜きます。そうするとね金具あります。この場合はね下側に押して下側にずらしてもらったら開きます。今のやつね結構昔のやつまっすぐついてたんですが、今ちょっと斜めになってます。形あります。この先っちょをね油分をつけないように、だから手で触ったりしない。触った場合はねパーツクリーナーで洗浄して乾かしてからつけてください。でつけます。で下から抜いたので押しながら上に引っ掛けます。この配線ね出るようにしてもらってゴムキャップを入れます。まあ、このヘッドライトはねこれぐらいですね。あとはねちょっと左右ちょっと磨いたんですがね、この辺ちょっと白っぽくなってます。今回はねヘッドライトを外していきました。で玉の交換方法ですね。他にもねいろいろ動画を出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。